ですか。じゃあ移行会の出会いを始めたいと思います。最初に麻生会長からお願いします。ご存知のように昨日菅内閣総理大臣に対して自由民主党、公明党並びに立ち上がれ3党で内閣不信任案の提出を出しております。その内容につきましてはお手元に配布してあります菅内閣不信任決議案というものに関して書いてありますし、昨日の谷垣総裁と菅党首との一連の党首討論等々でも指摘のあった通りです。一言で言えば菅内閣というものは政権担当能力がない。今のこの阪神、すいません、東北大震災によります被害に対応する約この80日間ぐらいの対応を見ても、その稚拙さ、その対応のまずさ、指揮系統の乱れ、政府発表のたびたび変わること等々、これ最終的には菅内閣の最終責任を取っていただかないか、政治に対する信頼、内外からの原発に対する信頼というライフラインを切った、これは極めて大きなこの菅内閣の担当能力が欠如しているということは明白だということだと私どもはそう思ってあります。いろいろご意見があられる方もおられるとは思いますけれども、ここは菅内閣として打倒ということで、きちんと我々一致団結して菅内閣を倒し、そしてその後に出来上がる政権と自由民主党はこの復興のために我々は新しい政治の形で組んで一日も早い復興というものを達成していかねばならない。目的限定、期間も限定という上できちんと対応していくということを我々はやっていかなければならない。もって今被災に遭っておられる10万を超える方々に対して我々はその人たちに対するきちんとした対応をできる限り政府のできる範囲でやると同時に次の復興、さらにその先の新たな投資に向かってことが進んでいくように最大限の努力を払わねばならぬと、そう思っております。いずれにしてもこれは党利党略でもパフォーマンスでも何でもありません。我々はこの難局を乗り切るためにはどのような形でこの難局を乗り切っていく形がいいのかというのを模索し、この菅直人という内閣総理大臣の存在こそがこの復興の最大の阻害要因になっていると私どもはそう確信してこの法案提出に至ったということだということを腹に収めていただいて、一刻も早くこの対応に、この危機に対応できる新しい体制を作り上げるように全員で頑張っていこうじゃありませんか。よろしくお願いします。